犬ゴマは、ソそか犬ゴマ属の多年草。別名、チョロギダマシ。地下に、白色の細長い地下茎を伸ばして増える。茎は直立し、高さは30から70センチメートルになり、4両があって、両に、下向きの短い指紋が生え、触るとザラザラする。普通分子しない。葉は耐性し、葉芯は皮芯型で、長さ3から9センチメートル。 幅0.5から2.5センチメートルになり、先は A かしら円に細かい巨子があり、基部に長さ2から10ミリメートルになる短い傭兵がある。葉の表面にはシワがあり、裏面の葉脈の主脈に沿って下向きの短い指毛が生え、触るとザラザラする。下記は7から8月。花輪は三下女になってつき、茎先に数段に分かれた輪生状になった下水を作る。 額は、筒状の小形で、長さ6から8ミリメートルになり、等しく模列して、額列片の先は、四条に鋭く尖る。下巻は、長さ12から15ミリメートルになる二神経で、泡紅色を押し、上唇はまっすぐに伸び長さ4から5ミリメートル、下唇は開け出して三列種内面に、泡紅色の採点がある。は4個あり、下側の2個が長く、 上唇の内側に沿って伸びるが、上唇の先までは伸び出さない。地水は1個ある。果実は長さ約2ミリメートルになる文化で4個ある。日本では南千島、北海道、本州、四国、九州に分布し、湖畔、川岸、旧高田などの湿地に生育する。国外では朝鮮半島、中国大陸、極東ロシアに分布する。 和名犬ゴマは犬ゴマの意で果実の形が食用のゴマに似るが食用にならず役に立たないので言う。また別名のチョロギダマシはソウシが会計を食用にする栽培種のチョロギに似ているが食用にならないため言う。学名の種商名アスペラは素面のザラザラしたの意味。それぞれの編集名ヒスピドーラはやや合毛のあるバイコレンシスは バイカルコ地方産のの、ジャポニカは、日本のの意味。ありがとうございます。